はい、皆さんこんにちは。ゆなでーす。たかでーす。ケイティブログでーす。今は名古屋港に向かってまーす。今日は一日名古屋港でちょっと遊びたいなーと思いました。なんで名古屋港に向かってるかというと、昨日はイエイというコミュニティアプリを使って、そこで愛知に住んでる人におすすめスポットを聞いて、名古屋港がおすすめされたので今日はこっちに来てます。でちょっとだけイエイというコミュニティアプリを皆さんに紹介したいと思います。イエイは、特徴が2つあって、同世代の知らない人と通話はできるアプリなんですけど、でもう一つの機能が同じ趣味を持ってる人とつなげれるところがあって、そこで、まあ、人とチャットしたり通話はできたりする。愛知県のサークルで昨日おすすめスポットを聞いて名古屋港に来てます。で名古屋港に着いたので、ジェッティというところが、まあ、ショッピングモールかつレストランとかがいっぱい入ってるから。あ、涼しい。本当だ。あ、気持ちいい。あ、気持ちいい。愛知のエビせんべいを見つけた。愛知ってエビせんべい有名だからね。有名でしょ。おニンニクエビ美味しそう。なので、あの愛知に来ることがあれば絶対にエビせんべいをお土産で買わなきゃいけないです。名古屋飯めっちゃある。にひしめがあって、天むすもあって、味噌カツもあって、あんかけスパゲッティもあって、金シャチのあんかけスパゲッティだよ。金が乗ってる。お、本当だ、金粉乗ってんじゃん。すごい。これ今日行きたいところはレッドロブスター。レナがロブスター大好きだから、ね、私はロブスターが大好きだし、なんか名古屋港に来たイメージはなんかシーフードを食べなきゃいけないなと思って。ロブスターが大量に入ってます。すごっ。まずここになんかキャンペーンやってるよ。ズワイガニハッピー祭りだって。いいね、あれだよ、2倍になってる。同じ値段で3キロ17,000円。食べたい。3キロは食べれないけど食べたい。ない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 。言うことない。ない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 。もうちょっと YouTube で仕事頑張ったら食べれます。あ、そう。じゃあ頑張ります。でも今昼だから、うん、パスタとピザ。ピザ、私はピザがいい。これロブスターピザ。ロブスターピザいいんじゃない。このピザ珍しいよね、なんか形が。端っこの耳の部分がパリッパリになってね。さっきあの向こうで生きてたロブスターたちが、うん、うまいですか。なんかピザよりパイを食べてるみたいな。そう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 。パスタも来た。シーフードパスタだね。めっちゃガーリックの匂いする。だから美味しいんじゃない。だいたい臭ければ臭いほどうまいからね。美味しい。はぁはぁはぁ、美味しかった。ごちそうさまでした。ピザは10点だね。15点。そこまですごい。めっちゃうまかった。うん、パスタはまあまあ6.5点だね。厳しい。ということで次行きますか。行きましょう。水族館。そうですね、水族館、まあ、名古屋港に来たら水族館に行かないと名古屋港に来てないって感じだね。入り口めちゃくちゃインパクトがあるね。うわ、かわいい。めっちゃかわいい。なんか一緒に遊んでるみたいな。夫婦かもしれないよ。うん、私たちみたいに一緒に遊んでる。かわいいね。なんかすごいお尻を振ってる。おしっこしてるかもしれないよ。なんでやね。外なんだね。そうだね。これでっか、水槽でっか。ここでいいんじゃない。オッケー。ドイツでもイルカショーとかあのアシカショーとかそういうのやってるの。やってるよ、一応やってるよ。でも日本みたいに何の町に行ってもなんか水族館があるみたいな感じじゃない。
あとなんか反対する人はより多い気がする。ーヨーロッパで動物がかわいそうとか。さっきなんかめっちゃ可愛くない？可愛い、可愛いんだけどね。怖い怖い。なんかイルカとかサメとかも食べるんだって。やっぱ大きいから迫力あるよ。あ、そうだね。ペンギンちゃんがいる。今これ外だよ。ペンギン大丈夫か？すごい暑いんだけど。暑くないですか？大丈夫ですか？大丈夫？寝てるね。お昼寝かな？イワシの大群。怖いね。ここのタンクに入ってるのが伊勢の海の魚ちゃん。そうだからみんなここに入ってるやつは美味しいってことだね。美味しそう、刺身にして食べたい。そうだね。急がないとイルカショー間に合わないよ。マジで？あと15分。でもめっちゃ迷子になってる。そう、どうやってイルカショーのとこ行くか分かんない。イルカショー間に合ったね。間に合いました。あと2分後にスタート。めっちゃ遠いところにしか席空いてなかったから上から見るしかない。皆さん、本日はようこそ名古屋港水族館にお越しくださいました。で終わったよ。ああ、そうだね。ウミガメの顔超かっこいい。なんか歌舞伎の顔みたい。歌舞伎の顔。1ヶ月前生まれたばかり。青ウミガメ。めちゃくちゃ可愛くない？こんにちは。おお、ペンギン。ペンギンのところに行きました。ペンギンパラダイス。見て、首がないやつがいる。どうしたんだろう。一番でかいやつだね。水族館が終わっちゃったよ。楽しかったね。すごいいいんだけど。行ってよかった。あとそんな暑い天気の中で多分ちょうどいいね。そうだね。この水族館の中はね涼しいし。でちなみに入場チケット買うときに他の施設も入れるなんかパックみたいな、他のなんかね展望台とかも行けるんだよね。そうで、だから今から展望台に行きたいと。あの建物。あれね。名古屋港ポートビルに展望台があって。それに今向かってます。ここから名古屋港が綺麗に見える。すごいね。あ、こっからイルカショーも見れるんだね。そう、無料で見れるじゃん。この遠いところに高い建物がめっちゃあるところは名古屋駅。ここから見える。はい、ということで展望台見終わりましたね。それで名古屋こういろいろプラプラして半年ぐらい、半年すごいね。違うよ、半日ぐらいはここで過ごせて、なので今日の動画をここで終わりにしたいと思います。名古屋港が面白そうだなと思ってくれた人はぜひ
いいねボタン。おい、何やってんの。何もう一回。何名古屋港が。いいねボタンやった。名古屋港が面白そうだなと思ってくれた方は、ぜひ、何をやってるの。何何のもんつなの。はい、いいねボタン押してくださいね。はい、お願いします。また3日後に次の動画がアップされるときにまた会いましょうね。バイバーイ。